宇学部中は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。北京政府では、直令派の後配布の副審であった。後に法典派の軍人となるが、超学良の歴史後は、国民政府に転じた。河北省政府主席として、満州事変後の関東軍と接触を繰り広げた、ことでも知られる。字は、高校。祖籍は、三等省東州府放来県。 父の宇文誠は、総計率いる武士軍の宝刀であった。馬名部中も、幼年時代から父に従って、武士軍に加わり、1904年、武士軍の随衛学道を卒業した。ついで1908年に、通州促成随衛学道不評科に入学し、1911年に卒業している。武士軍を率いる教科ツラ大の下、熱科省に進出。 民国元年の中華民国成立後、同地に土着した武士軍で、馬学部中は、昇進を重ね、拝長、連長、1914年、林西鎮守氏、ベーブリ表の下で鎮守秘書副官長となり、6月に中高に昇進。1917年、父の元部下で、湖北省、常陽の第18根成旅旅長を務める長英会より、 公平長就任の誘いがあり、翌年8月に転属。安直戦争では、後光神の部隊の武装解除に携わった。1921年7月、川軍、熊国部が義将に進行し、第18混成旅は、両古巡越使を務める直霊派有力者、後配布の命で、露金山の湖北第三旅と共に援軍に向かった。うは、義章で奮戦し、 その様子を感情より感染していた、後配布の激賞を受ける。同郷であったことから、クレの信任を受け、翌1922年、朝英家が、後命のにより降鉄させられると、クレにより、後任の旅長に任命され、非戦勝で転戦する。1925年10月、武漢で、ごが14勝打続、貫根軍曹司令を称すると、うわ、 第26市市長に任命されている。1926年10月、国民革命軍により、武将を失貫させられた後が、河南省へ撤退すると、うもこれに随従し、河南で、第9軍軍長県形状警備総司令に任ぜられた。1927年2月、南洋で抵抗を続けていた、藩省州を撃退。しかしその間にも2月8日、 暗黒軍大元帥、張作林は、後廃夫が武漢を奪還できないことに痺れを切らし、遠暮れを名目として、河南省進出を宣言。半林春、張学を率いる第三予方面軍、及び張総省率いる自家路連根軍が迫りつつあった。後廃夫は法典派との徹底抗戦を主張する、雲見佐後に後を任せて下野した。その際、うわ、 ご直属の部隊の指揮権を任されたが、超学寮になら、投稿してもいいが、小介席には投稿するなと言命された。その後、南洋にいたが、5月15日、各地で民衆の襲撃を受けて逃げ回っていた、ご配布が身を寄せてきた。呉レと共に、市線に逃れることにしたが、大部隊を連れて行くことで地元との衝突を恐れ、少数の英隊団だけを連れて行くことを提案。 後もこれに同意し、共に軍服を脱いで、市線に渡った。間もなく、馬名部中は、三島将に帰郷していたが、事情を知った、長作林、長学良夫氏に、北平へ呼び寄せられた。面会後、法天派に加入して、兵玉将より奪還した元部からを当てがわれ、新遺軍第四方面軍団、第二十軍軍長に任ぜられた。1928年6月、 長作林爆殺事件の後に、うは東北へ逃れ、東北保安司令長官公所軍事参議官、県林水中軍司令として山海艦を守る。同年末に、長学寮が駅誌を行うと、うはそのまま地位に留任しつつ国民革命軍に組み込まれた。1930年の中原大戦では林水中軍司令として山海艦、水中一帯を防備し、 9月18日に、張学良が艦内に進軍した際に、う学部中は、第一軍を率いて、北京に進駐した。中原大戦で、小海石が勝利すると、大津英樹司令に任せられた。なお、張の進軍前に、小海石は、林、中軍参謀長の小動学、陳願軍を介して、宇の買収を起とし、早期から、中原大戦に参加させようとしたが、 ウはこれを拒否し、長学寮が正式に参戦を表明するまで決して動かなかった。さらに省は、何青春、東圧指令、林伊月藩などを介して、ウレ霊下の臨議中在。1931年7月、石友さんが突然藩省の平変を起こすと、ウは、その鎮圧に参加している。満州事変勃発後の1932年8月17日。 ウマラブ中は、河北省政府主席に移動した。翌1933年3月に、熱化症を疾患し、翌月に、長学量が下矢すると、残された東北軍のほとんどは、ウの指揮下に入った。日本側はウを牢絡しようと、様々な工作を仕掛けたが、ウは一切拒否している。そのため、1935年6月の梅津。 何王金協定の交渉における覚書第一条では、真っ先に、右の河北省政府主席からの罷免が掲げられることになった。結局、馬学部中は省政府主席を罷免され、11月に、甘宿省政府主席に移動した。また、中国国民党第5回全国代表大会で、中央執行委員に選出されている。1936年12月、は、 西安を訪れ、西安事変を起こそうとする張学良と会談することになる。この時、うは新朝論を最初は唱えたものの、最終的には結構に同意し、乱州で張の行動を支援した。西安事変解決後、張が南京で交流されることになると、張の指示により、うが東北軍の指揮に責任を負うことになる。張の逮捕の影響もあって、 東北軍では不穏な動きが相次いだが、うは、要古城と協力して、再度の平変勃発という最悪の事態は不正だ。う学中別陰1937年4月、う学中は、第51軍を率いて、チャンス省に向かい、チャンス省、水税公所主任に任せられた。7月、山東省の解剖を担当することになり、翌月、 第3集団軍副総司令に任せられた。翌1938年1月には同集団軍総司令に昇進し、第1昇戦駅や武漢海戦を戦う。しかし戦闘を経ても、東北軍の馬な部中は中央直系ではないとして補給で差別を加えるなどされ、次第に宇野軍は消耗していった。それでも1939年には、いける路線区総司令となり、 1942年には、ロミナミ遊撃総司令も兼任している。1944年3月、前線から退き、軍事参議院副委員長に移動した。国境内戦においては1947年5月に、軍事戦略顧問委員会委員を務めたほか、雪のり国民大会代表にも選出されている。内戦末期は、台湾へ逃れることを拒み、四川省で隠居した。 中華人民共和国建国後の1952年12月に河北省人民政府委員に任命される。1954年8月には第一期全国人民代表大会代表に選出され、翌月国防委員会委員に任ぜられた。1956年中国国民党革命委員会第三期中央委員に選出されている。 1964年9月22日、北京にて病没、去年75、ありがとうございます。